皆様こんばんは。明るく元気に爽やかに、私たち純白アイドルサミです。よろしくお願いします。はい、今日も今日もですね、はい、不動の MC ということで、ガラガラなピカピカ関西娘やっちゃんこと小林優衣が MC をします。よろしくお願いします。なんかね、見たよ前回。あ、見た MC 続行危機みたいな。なんかね、続いてるよ、うん、嬉しいね。よかったよかった。はい、はい、それではですね、今日アシスタント MC、はい、胸キュンキャラメルボイス綾菜こと木下愛乃です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今週もですね、六本木にありますオリコンワチャスタからお届けしたいと思います。はい、あのですね、この番組は毎週木曜日の夜7時からやってる番組なんですけども、うん、あれですね、サンミューの私たちがですね、エンタメニュースとか CD ランキングの情報をわちゃわちゃしながらお届けしていきたいと思います。はい、あとですね、今週はおとといね、台風がびっくりする台風がすごかった。シアンとさ、ミッスのさ、ソロライブ、そう、ソロライブを私たちメンバーみんな見に行ってたんですけど、うん、やっぱりね、ミッス気合い入れるとね、やっぱ暴風起こしちゃうんだよね。前もあったよね。そうなんですよ。ミスが頑張ると気合い入れる、いつも頑張ってるないわけじゃないですけど、ね、一段と気合いを入れると大体こう暴風雨になるっていうね、説があるんですけど、そう、もうね、とろろ昆布っていっぱいコメント来てるよ。本当に私途中で、私があやなに助けられると思わんかったよ。帰ってるじゃないですか、みんなで。だって折りたたみやって、ちょうど、そう、だって出るとき、家出るとき降ってなかったの。駅着いたらなんか暴風で、そうで、とりあえず片道はまあね、うん、大丈夫やって、待機だね、なんかフードの中に水溜めて行ってんけど帰りはそう風で、レイちゃんも風ひっくり返って、私なんか旗みたいになんか剥がれて、なんか見たことない金具が出てきて傘からもうあれ狂気だったよね。そうでもバタバタバタってなってるところで、あやなんかずっとやっちゃやっちゃ入りやっちゃ入りやっちゃ言うとか何事みたいな感じだと思うけど、周りからすると。でも綾菜にね、助けられるとは思ってなかったんで、ちょっと嬉しかったですね。よかったよかった。たまには頼りになる綾菜。たまにはとか言うなはい、ということで、あれですね、サーミューも夏がもう暴風の次はもう30度とかね。今日も昨日がもう30度近く出てるんですけど、夏ね、楽しみですよ。夏は楽しみですよ。私って大人のあの前夜祭、うん、だっけ、前夜祭だっけ、そうそう、前夜祭、ね、出演させていただいたんですけど、そうなんですよ。いや、夏だと思ったよね。夏だった。だって野外でめっちゃ暑くて、そう、やばかったよ。そう、やっぱ野外のライブとかってね、夏は増えてくるし、そう、やっぱあのね、うん、暑いけど汗かくけどやってるのが気持ちいいんだよね。そうなんだよね、あの汗が気持ちいいんだよね。だからファンの皆さんも多分それは多分テンション上がるんじゃないですか、夏って。絶対上がるよ。もうみんなでもサンミューの夏にしましょうね。この夏は皆さん遊びに来てください。はい、ということで、ですね、うん、最後、このワチャッツの最後は、はい、ちょっと重大なお知らせもそうあるということで、皆さん最後まで、うん、ちゃんとしっかりと目をガーッ上げて見てていただけたらなと思います。そう、見てない人いたら見てねって拡散してください。本当に今見た、ほら、みんないけるいける、今手元開いてるでしょ。間に合う間に合うツイッターでね、そう、拡散とかしてね、見てほしい。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、いつもの、あ、そうだ、先週だお知らせ、ちょっと一回、うん、後半で重要なお知らせあるって言ったでしょ、うん、コメントで、やーちゃん今までお疲れ様でしたみたいな。なんでいつもそうなんねん。お疲れ様。違う、ね、冒頭で言っちゃいます。違う冒頭で言っちゃいますじゃないよ。そうだ、これなんか今見て思い出したんですけど、先週ね、先週と先々週か、なんか私たち放送事項っていう称号をいただきましてですね見てください、もうコメントで見て、こんな大々的に放送事項ってね。でもね、ちょっと今日は放送事故のないようにいきたいと思ってます。これ文字が現れないことを願って放送を頑張りたいと思いますので、はい、今日は事故はありませんということで、じゃあ一つ目のコーナーに行きたいと思います。はいはい、ゲーマーデスクのエンタメ1週間、毎週私たちが芸能デスクとなって1週間のエンタメ情報をお伝えしていきたいと思います。はい、はい、先週の木曜日から昨日までのニュースですね、はい、お伝えしていきたいと思います。はい、私のメガネ取って、私これ、はい、ないなと思ってあ、こっち
よとか変ですよ。違うよ、こっちだよ。そっちか。はい、ということで、はい、じゃあ一つ目のニュースからいきますね。はい。それではいきます。おどど、うん、はー待った事故った早くも事故ったあのですね、うん、私弾幕やってません。あ、そうだ、いつもやってんじゃん。あのちょっと、あ、やばい、やっちまったよ。ちょっと今弾幕していい？最後にする？いいよいいよ、最後に弾幕する？やろうやろうやろう、今する？やろうやろうやろう、やろう今する？最後にする？やーちゃんやろう、今やりますか？やーちゃんやろう、うるさいよ痛い。はい、ということで今からちょっとごめんなさいね、ちょっと今ニュースの気分だったと思うんですけども、あのですね、いつもこれの、あのちょっと一回メガネ外そうかな、はい、あのいつもね、ちょっと恒例 の激アツ弾幕っていうのをやってるんですけど、私が説明してわちゃつーって言ったら、みんなでわちゃつーって流してほしいよっていうね、う、うん、ちょっとした皆さんとあのつながれる恒例行事、恒例行事なんですけど、うん、ちょっと遅れたけどやってもいいですか皆さん。はい、やりましょういいですか、やりましょう。皆さんコメントなくなったよコメント何もなくなったよ。じゃあいきますよ、じゃあせーのって言ったらみんなでわちゃつーですね。はい、あやなもいきますよ。 OK、 それでは皆さん準備はいいですか。いきますよ。木曜夜7時は三味の時間、みんなと一緒に過ごす時間、今夜も一緒にわちゃわちゃしましょう。いきますよ、せーの、わちゃつー。わー、来た、よかった、よかったよ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、よかった、忘れた、よかった、はい、忘れた、これね、メガネかけていい、うん、はい、ということで、はい、じゃあいいですか、じゃあ、はい、せーの、エンドディスクのエンタメ1週間改めましてですね、はい、はい、ということで、あの1週間のねエンタメ情報をお伝えしていきたいと思います。はい、はい、木曜から昨日までのニュースです。はい、はい、気を取り直していきますね。イエスイエス、いきます。1つ目のニュースです。広瀬すず、母の日の失敗談を明かす。女優の広瀬すずが7日、都内で自身が CM キャラクターを務めるロッテ母の日ガーナメモリアルイベントに出席。母の日にまつわる思い出を聞かれ、姉の広瀬アリスとサプライズを企画するもバレて失敗した経験を明かした。母の日の思い出を聞かれた広瀬は、お姉ちゃんと一緒に母の日を忘れたふりをしてサプライズをしようと思ったんですがバレバレで失敗しましたと苦笑い、一人だとアイデアの引き出しがないのでお姉ちゃんとやりたいとしていたそうです。なるほど、母の日 ね、 母の日ね、いつだっけ、10日10日10日私は10日だった。なんかした、ま、私はあの仕事帰りにお花を買っていきました。はい、もう本当喜んでた、喜んでくれた。お、え、カーネーション、カーネーションだじゃない、じゃないの、カーネーションだった、カーネーションじゃないの、そうだけどなんかこれいいかなみたいな思った花があったから、いいですね、それを買ってっていつもありがとうございますって。お、なんか母の日ってさ毎年なんかしらするけど、皆さんは今年はなんかしたんですかね、うん、したのかな、どうですか、ね、でミスもねお花渡してたよママにね、らしいね。あとなんか友達とかは、うん、結構なんかお母さんご飯に連れてった人とか多かった。大人ですね、大人だよね、なんか電話、あ、でも電話とかもね、いいですよね。なんか改めてね、なんかいつも話してるけどいつもありがとうっていうのはちょっと照れくさいけど、多分ねお母さんとかは嬉しいんですよね。そうなんだよ、なんかさそういう日だからこそ言えるよね、普段なんかあんま言えない、うん、本当になんか素直に言えない、ちょっと照れくさいもんな、そう、ね、そう、なんかこういう時ぐらいみたいな、意外とありがとうっていうのは恥ずかしかったですね。そうだから私いつも手紙に書いてるの、そう、なんかなるほど、ね、いつも言えないけどみたいな、そういいですね、書いてます。また来年はね、うん、皆さんもっとね、いろいろ今年やってないよって方は来年はぜひやってみてください。はい、ということで、じゃあ続いてのニュースいきますか。はい、それでは続いてのニュースいきたいと思います。はい、しんちゃんカスカベに帰還、大人の都合ってやつだぞ。父ひろしの転勤に伴いメキシコに引っ越しした人気アニメ、うん、クレヨンしんちゃんの主人公、はい、野原しんのすけが元いたカスカベに帰ってきたことが分かりました。はい、しんのすけはあっという間にメキシコからカスカベに帰ってきちゃいました、大人の都合ってやつだぞと事情を説明している。はい、まあとりあえず無事に戻ってきたから、カスカベの皆さんまたよろちくび、ついでに映画はまだまだやってるから見れば、じゃあそういうことでと、しんちゃんを市役所の職員たち、うん、しんちゃんのことを市役所の職員も笑顔で迎え入れていた。はい、だって、そうですね、埼玉ですよね、カスカベって。そう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 、カスカベ防衛隊ね。そう、知ってるよ、知ってる、好きだよ。てか帰ってきたの、私もメキシコの映画、そうだよ、
メキシコのやってて、あ、メキシコ、そうそう、メキシコ行ったんだと思ったけど帰ってきちゃったね。帰り、大人の事情じゃない、大人の事情ね。やっぱり、まあ、やっぱ春日部が一番だよね、しんちゃんは。そう、春日部ってどういうとこな、行ったことはない。一回ある。お、一回。私も、違う、私はあるけど、やつはなんかメンバーではないかも。あれのでもか、埼玉県か。そう、でもあれでしょ、今なんか話題の埼玉県のポーズみたいな。そう、皆さん知ってます、埼玉ポーズ。何、埼玉ポーズって何なの。なんか大仏さんみたいな、なんかこうやって丸やって、こうやって。これ何、これ何を表してるの。分かんないんだよ、なんかこれファンの人に聞いたんですよ。でも知ってるよって。知ってる、なんかファンの方が教えてくれて、これ知ってるって。これ何のポーズなんですか、何を表してるんですか。何だろう、何だろう、金、金、金ってこと。やだだ、やだよね。え、しんちゃんだ、かわいい、見て、かわいい。なんかこのポーズ、何、何だ、知ってるけど、ほらみんな知らないって。なんか、なんかボールみたいなのがあるの、何だろう、玉、玉。これ何、何が。でも、でもこの間知らないと思ったら、友達の LINE でね、トップガがね、うん、埼玉ポーズっていうのを LINE のトップガにしてる子がいて、何これ、ほんと流行ってるんだと思って。埼玉、あわかった。埼玉だ。埼玉。え、ちょっとセンスないな。うん、センスないとか。埼玉県民敵に回すからね、そういうこと。ダメだ。埼玉県民の皆さん。ダメだね。そうだよ。多分違うらしいですけどね。でもまあそういうことでいいかな。奈良のポーズはないですね。鹿ポーズじゃない。どういうこと？こういうやつやたくて。あやながこうなら私たちはこうだよね。あ、そうだよね。こうなる。え、なんだ？埼玉ポーズは埼玉県鳥。シラコバトをイメージしている。ああ、そう、埼玉県のゆるキャラがコバトンっていうキャラクターなのね。あ、知ってる知ってる。鳥のなんか紫色の鳥なんだけど。え、でもさ、鳥をイメージしてこれ出てくる。うん、わかんない。ポッポポハトポッポ？ってこと？あ、ポッポポ？どこでポッポポ？あ、ハトポッポ。マメ？あ、は、わかった。はい。これがハトに見えるからじゃない？この羽。ハト。これでハト。わかんない。埼玉県とは手を。埼玉県ポーズとは手を羽のようにし、ほら、足、左足を前に出すポーズ。え、足もつける。足もつけるんだ。こういうこと、なんかめっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいポーズ。かっこいいわ。こういうのやって。皆さんもぜひ調べてみてください。皆さんやってみてください。もしかしたらこれご当地それぞれであるのかもしれない。ね、あるかもしれない。奈良県ポーズっていうのがあるかもしれない。あるかもしれない。ということで私は調べたいと思います。うん、教えてください、皆さん。分かったね。ぜひぜひ。はい。はい、ということでじゃあ続いてのニュースいきますか。はい。そっか、ポーズとか流行ったしね。びっくりだよね。じゃあ行きますよ。はい。松井ジェリーナ CM で母親と初共演、夢以上のことが叶った。アイドルグループ SKE48 の松井ジェリーナが求人情報サイトバイトルの新 CM で母松井由美子さんと初共演していることが4日分かった。11歳でデビューしたジェリーナにとって母親との共演は長年の夢。同日都内で行われた発表会に母娘揃って出席し、ジェリーナはまさか CM で共演してしまうとは思ってもいなかった、夢以上のことが叶ったのですごく嬉しいと感激したそうですね。てかお母さん綺麗ね、見たよ、お母さん綺麗。でも似てるよね。似てる、やっぱり親子って似てるんだよね、うん、見た、これめっちゃ綺麗だなって思って見てた、お母さん。いいですね。でもあれ、うん、もしあやなが、うん、あれパパがもともとなんかそういうお仕事してたん。あ、でもほんとお仕事してたとかじゃなくて、もうほんと2歳とかだから。あ、そうなんや。なんかもうじゃ今共演してって言われたらできる、お母さんとかと。お母さん、お父さん、弟。あ、弟とやりたい。でも皆さん多分知らないと思いますけど、あやなと弟めっちゃ似てますから。本当にあのいたら、いや、あやなやんって思っちゃうぐらい。髪型だけです違うの。小顔でスラッとしてて、でも この顔はこのまま、髪の毛が短い。野球してるんだっけ。そう、野球してる。だからちょっと坊主だね。そう、今坊主で、あやなを坊主にしたら弟になる。で、ほんと言われて、マミリンにも似とるなって言われた。そっくり、ライブとかで、たまにね、あの、うん、ステージ見てくれてるの、弟がね、うん、遠くにおったら、あやなやんって思ってしまう。似てるって。俺こっちにおるはずやのに、あやなやんって思ってしまうぐらい似てるの。割と似てるって言われるから、なんかやってみたい、楽しそうね。昔一回あったんだよ。え、なんで。あの、なんかの CM のオーディションで、なんかその兄弟がいる人で、うん、その事務所に入ってる人、例えばアイナだったらアイナで、兄弟がいる人はその兄弟も連れてきてくださいって言われて、二人で一緒にオーディションみたいな。
あ、オーディション受けたの？そう、弟も一緒に。え、どんな感じなの？弟はその時6歳とかで、アイナが9歳とかだったから、もう自己紹介してって弟が言われても、翔太翔太翔太かわいいそんな感じもボロボロだったけど、かわいい、なんかね、そう、今高校生になったけど、なんかいいね、弟とかってね、そう、普通に仲いいと思う、割とね、仲いい感じするよね、うん、でも弟はなんか意外と静かな感じよね、うん、いや、イメージイメージ、私たちの前では、そう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 、人見知りだからね、あ、なるほど、ね、そう、男の子出てきてウェって感じだけど、普段はやっぱりそうなんやね、そういいな、そうそう、弟っていいね、いいじゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん欲しかったよ、いや、私の下の方が欲しかったね、なんで、いや、お兄ちゃん、今やからお兄ちゃんいいけど、うんうん、ちっちゃい時ってめっちゃ喧嘩すんの、いや、それ弟も一緒だよ、喧嘩する、うん、喧嘩する、なんか弟と喧嘩して、あれなんか喧嘩するの、どういう理由か気になるなんかお菓子取り合ったりとかしたよ、ちっちゃい頃とか、え、最近した喧嘩は、しないしないしない、最近は全く全く、全然しない、合わない、弟も部活で、あ、朝も5時とかに起きて出ていく、早くに、これはあんまり合わないけど、あ、喧嘩するんや、するする、もうよく泣かしてた弟のこと嘘、泣かされてたんじゃなくて、ほんと、もう結構ちっちゃかったから、小学生とかの時だけど、もう弟こうやってもバーンとかやったりとかして、ママにこらって言われてた、あ、やっぱ上はね、怒られる、そう、上は怒られる、やっぱり、やっぱ怒られてた、お兄ちゃん、お兄ちゃんが怒られてたいいな、いいな、大体お兄ちゃんが怒られてた、いいな、そう、でもね、自分も悪いんやけどそうなんで、でもやっぱ下ってことでお咎めなしなとこ多いから、そうなんだよ、いいなって思いながら、でもね、お兄ちゃんはやっぱり力が強いからさ、勝てないよね、勝てないね、男の子だし得意んだよね、ちっちゃい時、私もなんかすごいね、うん、挑んでいったけど絶対負けてね、お母さんに、ね、私から挑んでいったのにお兄ちゃんが怒られるみたいなやっぱそうだよね、今はすごい仲良しです ね、やっぱさ、大きくなると兄弟っていいなと思うよね、うん、思う、思う、めっちゃ思いますよ、いいよね、いいですね、ちょっと久々に会いたいなと思うよね、うん、やっぱちょっとね、うん、ちょっと恥ずかしいお兄ちゃん見てますか、見てる、お兄ちゃん、ね、絶対見てないけど、絶対見てないか、はい、いつかね、こっちからあったらいい ね、サンミューのメンバープラス家族、うん、共演みたいな、なんかさ、三流のお母さん方でさ、うん、三流母みたいな、母チーム、やりたい、母チーム三流みたいなさ、なんかチーム三流母でさ、なんか討論とかやってほしくない、なんか、め、なんかやってほしい、たの絶対、やーちゃんのお母さんとかやばそう、うわ、人のお母さんめっちゃ笑ってる、違う違う、めっちゃ笑ってる、お母さん見てる違う、やーちゃんのお母さん楽しくてすごい好きなの、なんか明るくて、この間もやーちゃんがこうお母さんと電話しててやーちゃんがそのそれ音をスピーカーにして、なんかごめんなスピーカーにしてってで、なんかメンバーがみんなでいたんですけど、それぞれでミスズヤ、ミスズヤで元気してるかとか、あやなやでとか言って言ったりとかして、そうそう、もう一個一個にちゃんと返事してくれて優しくて、もう楽しい、うちの家族みんなこんな感じなんです本当に本当にやーちゃんの家族はやーちゃんって感じの、そう、もうそれはこうなるよねって感じ楽しい、本当楽しい、はい、いつか共演もできたらいいですね、はい、じゃあ続いて、はい、続いていきたいと思います、はい、ザ・グレート・サスケ×秋山誠氏が UFO の存在を徹底討論UFO は本当に存在するのか、はい、常に論議を巻き起こすこのテーマで異色の生トークライブが繰り広げられることになった、はい、超常現象の分野では第一人者と言われる秋山誠氏と覆面レスラーで元岩手県議会議員のザ・グレート・サスケがついに結論を下す。これまでテレビでも実現できなかった2人が初めて顔を合わせ UFO の存在を論理的に明確化する、はい、実はサスケは岩手県議会議員時代に県内で目撃者が相次いでいるがと切り出した上で、県としてその実態を把握しているかと問い出した。実際議会内では騒然となったが、サスケは一貫して UFO の存在を訴えてきた、うん、そんなサスケの論理を裏付けようというのが秋山氏である、はい、UFO は科学や論理では語れないものは多い。そこで今回は秋山とサスケの異色コンビによる初のトークライブで UFO の存在について徹底的に語り合うことになった。だて、なるほど、うん、UFO 見たことある？ある、嘘私 UFO 見たことあんの結構ガチでちっちゃかったけど、いやほんまやで、なんか嘘みたいやけどほんまやねんけど、え、ない、え、ないよ、あれちっちゃい時に、うん、え、これ、え、信じる人、あのね、お化けは信じるけど UFO はあんまり信じてない。なんか UFO、なんかさ、いるで、テレビとかでよくその UFO 見ましたみたいなやってるじゃん、映像とか、
いやあれ合成なんじゃないかな。違うよちゃんといるんです。あのちょ聞いてくれる。そう見なきゃ信じられない。結構ガチでやねんけど、これほんまの話やで。分かった分かった。ちょほんまの話だから真剣に聞いてください。あのおばあちゃん家で、あの家族でみんなでご飯食べてたの、うん、ちっちゃい時ね、うん、で幼稚園ぐらいで、うん、お兄ちゃんと喧嘩をして、ちょうどまあね、いつも通り毎日喧嘩して、喧嘩して私が負けて泣いて、おばあちゃん家の前から田んぼやったの、うん、田んぼにうちに車が止めてあって、はいはい、そう、でそこの中に私が車に乗って、うん、で暗くて外も、うん、で私が普通に助手席に乗って泣いとったんやし、はいはい、じゃあお父さんが来て、お父さんが運転席に乗ってもうとか言って慰めてくれてて、うん、でお父さんこうやってうーんってこうやって外見たらってなったの。え UFO マジで。お父さんもえ UFO ちって本当に忘れられない。じゃあお父さんも見たってこと。見た。先生 UFO なの。 UFO ほんまにあの形もこういう形の飛行機とかじゃなくて、じゃなくてチュンチュンって動くの。隕石。じゃチュンチュンって動くの。うんうん。隕石でビュンってやる。うんうん。チュンチュンってでビュンって消えるの。へえ。いやほんまやで。いやほんまやで。どう思います皆さん。ほんまやで。どう思います皆さん。えどうどうもどうも。ほんまこれは夢じゃない。だって覚えてんもん。聞いて聞いて。それお兄ちゃんやでってコメント。違う。ちゃんと覚えてんの。ほんまに鹿ではない。鹿ではない。鹿空飛んでたらおかしいよ。ちゃうよほんまに。っていうね、いうのも見たことあったし。でも正直その見てないから信じてないけど、見たいなってのはある。いや怖いよ。え怖いの。だっておーってなりそうじゃない。なんないよ。うわ見てもた。見てもた。次私が連れてかれると思ったよね。ね誰か乗ってたの UFO に。えでも皆さんは見たことあるんかな。ちょっとこれもアンケートとかしてみませんか。しようしよう。アンケートしよう。結構ガチで皆さん答えてくださいね。あのある人とない人でじゃあぜひ参加してください。はい、用意ピッ。えじゃあちなみに私は、うん、あるが 10% だと思う。ないが 90% だと思う。まあね比率的にはそんなもんやと思うよ。うん、でもある人は絶対あると思う。あるかな。いやあるよ。だっておる私多分とだってもうそろそろ私宇宙人と出会おうと思ってるもん。宇宙人になるとかじゃなくて、宇宙人と出会おうと思ってる。なんでなんで。そろそろ多分ピョンって現れると思ってる。本当に？見て会いたい。会ってみたいけど。いや確かに怖いよ。会いたい。なんかお化けは嫌だ。お化けは嫌だ。だけど私も嫌だ。幽霊じゃない。じゃあ UFO は、うん、とかは会ってみたい。じゃあとりあえずもうそろそろ、はい、じゃあ結果見てみましょうか。はい、じゃあそれでは締め切ります。せーのドーン。えほらでもやっぱりいるんや。いるんだやっぱり。ほら意外と 16.3% ってこと。意外といるよね。だって私が見てた時も他の人も見てたかもしれないしな。確かに。そうなんだよ。えやばくない。一回 16% 見ることにびっくり。だって地球に人間がいるってことは他の星にも何かは住んでると思うね。まあでも他の星からしたらうちらも宇宙人、ね、宇宙人だから。確かに。あの地球っていう惑星やばいほど宇宙人めっちゃいるぜみたいな。あいつらやばいぞ。人間以外のやつもいるぜみたいな。そう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 だよね。だから他のところにも多分いると思う。いるのかな。やーちゃんがカミングアウトって書いてるけど私宇宙人じゃないからね。でもなんか宇宙なんか私ファンの人に聞いたんだけど、うん、なんか宇宙人は地球にはおるんやって。で、うん自分が宇宙人って知らんと過ごしてんやって。でそれも地球人ってことは私がもしかしたら宇宙人かもしれへんとか考えてたら、うん、いやマジで。だってうちのグループにほら妖精はいるじゃないですか。いるいるいる。ってことは宇宙人もいると思うね。多分ガチで言っていい。それって地球人だと思うんだよね。地球人やと思ってる宇宙人がいるねんって。ほんまに。だから自分が地球人やと思わんと。おいおんまやし。おんのおるの。おんねん。そうおるおんねん。だって皆さんあれです、宇宙人とか見たら報告してください。もうバカにしてるもんな。ほんまに人のことな。見たい。で本当でも見てみたい。ひどいわ。また皆さん報告してください。報告してくださいね。 UFO 見たよって。はい、ぜひぜひ聞きたいもん。はい、じゃあ続いてのニュースいきたいと思います。 AKB 大運動会、大谷静香、
腕相撲で圧勝、さやねはゴリラの称号を譲る、うん、AKB48 が9日東京有明コロシアムで第2回 AKB48 大運動会を開催した、はい、同イベントが行われるのは2009年10月以来5年半ぶり。 AKB48 各チームの力自慢2人が登場したアームレスリングの決勝戦では、うん、アームレスリングをやるために生まれてきたと豪語する山本さやかを下ろし、大谷静香が優勝した。両手で大きくガッツポーズをすると AKB48 に入って一番嬉しいと喜びをあらわにした、うん、先に決勝進出を決めた山本ゆりかと思われたが、はい、結果は大谷の圧勝。両手でガッツポーズをし飛び跳ねた大谷はAKB48 に入って一番嬉しい、リベンジという意味でも嬉しいと大喜び。山本は悔しいですめっちゃと言いながらも大谷に向けてはいもうゴリラですと称号を譲り笑いを誘った。複雑だなそのゴリラ。はいもうゴリラです。はいもうゴリラです。嬉しいけど複雑だな。して、はい、すごいね。すごいよね。でも続けてこの下のこの絵についてのニュース続けて読んじゃいたいと思います。はい、はい、パルルラ罰ゲームで撤収作業。はい、AKB48 が9日東京の有明コロシアムで第2回 AKB48 大運動会を開催した、うん、同イベントが行われるのは、先ほど言った2009年10月以来5年半ぶり、はい、3月の春の人事異動で発表された5チーム対抗戦で行われて、はい、最下位は横山由依がキャプテンを務めるチーム A に決定、うんうん、はい、罰ゲームはチーム全員で会場の撤収作業と予告されていたことから島崎春からメンバーは黙々とチームメイトの優勝を祝った大量の金のテープを拾い集め会場を沸かせた、はい、うん、だってこれ掃除が罰ゲームってことですよね、うん、撤収作業か。そう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 。なるほど。そうでも私たちもちょっと大運動会やりたい。やりたい。三流の大運動会やろうよ。やりたい。誰が一番運動音痴なのかっていうのをちゃんと証明したいね。証明したい。誰やと思う？え？いや真剣に真剣に真剣に言っていい？うん、私の左隣に違う。でもそうやって言われてるけど意外と動けると思ってんねん。私は肩強いで。肩？何勝負？何勝負？私肩強いで。関節外れるゲームみたいな。違う。言うけど私肩強いでほんま。ほんま肩強いで言うけど。肩強かったら何ができる？ボールめっちゃ飛ぶで。嘘。ほんまこんぐらいのやつ。何メートルぐらい飛ぶ？いやめっちゃ飛ぶ。え、どんぐらい？うちんちの公園の端から端。わからん、わからん。アバウトすぎて、なんかさ、いやほんまに飛ばんやし。え、走るのは？走るのは短距離の方がいい。おーおー、長距離はちょっとバテる。だから短距離でバーって力出し切れるタイプ。ああ。だからちょっと間には勝てるとは思わんけど。で、短距離はも好き。長距離よりも。だから、うん、言ってしまえば、え、でもほんまに私短距離10秒とか言ってないで、ちゃんと。うん。うん、うん、え、どんなもんやっけ。え、でも私8秒とか中学生の平均タイムが確か 8.4 秒とか。あ、8秒02とかって気がする。おお、え、短距離、短距離。おおおお、うんうんうん、 50m だっけ短距離、うんうん、そうそうそう。だから短距離はめっちゃ速かったの。あ、じゃ平均より速いやつ。そうだから私、だからあの何ていうの、あのリレーとかで選抜で選ばれてた人。え、嘘。実は嘘だ。ほんまほんま。え、それはびっくり。ほんま高校生の時やね、ちゃんと。は、私も高校生の時リレー選ばれてた。そう、選ばれてたの。選ばれてた実は、うん、いやみんなほら絶対嘘やと思ってるやろ、うん、でもほんまに証明したい。今度勝負してじゃ、みんなでやってみよう今度。私ちょっとそういうの。でもさ、短距離速そうな人いっぱいいるよね。そうなの。ハルルンとかわかんない。ハルルンは陸上手でしょ、うん、実はああ見えて、うん、どんな走りしてたんか知らんけど、ね、ちゃんとこうやって走ってたって言ってそうなんだ。そうそう。でもさ、高校生の時とかのタイムってさ、今実際どうなのかなって思わない？いや、そうやね。なんか高校生の時は、いや、それをさ現実で見てしまうとさ、めっちゃ切ない。切ない。うわ、タイムなんか伸びてるみたいな。わ、うん、かるわかる。切ないよね。でも一回やってみたいよね、運動会。絶対やりたいと思いますよ、その時はね、うん、あの観覧みたいな、ファンの皆さん観覧やりたい、やりたい。応援してほしい、うん、やりたい。皆さんその時はぜひ来て、ね、あ、 DVD とかでね、やりたい。やりたい、やりたい。楽しい。三流大運動会。あ、超楽しいじゃん、ね、いいね。え、運動会できないけどさ、あれやろうよ、罰ゲームのやつ。あのさ、パルルさんたちが片付けしてたやつやろうよ。あれですよ、腕相撲対決と言いたいんですけども、うん、あの場所的にね、腕相撲はちょっとできないし、
プラス私腕相撲ってめっちゃ弱いんですよ知ってる私めっちゃ強いですよめっちゃ弱いんですよ、うん、腕相撲あの私5歳児に本気になったんやんかいやてかむしろ腕相撲が嫌な嫌だできだから指いや見えないもん見てポンポンだから私たちは指相撲で勝負をしたいと思います、うんでもこっち行ったこっち行ったか分かるの確かに確かにだから、うん、指相撲でね勝負をしたいと思うんですけども、うんはい、指相撲は自信ある指相撲はねなんか落ちてきた指相撲指相撲はでも私やーちゃんさ指長いじゃんいやでもあやのね力強いのあと力は強い腕のあとどこに貼ってあったんだっけいいんじゃないですかいいかなはいあーあー危ないもうちょっと早く手出して待ってんねんから、はい、じゃあこれでじゃあ、負けた方が最後のお部屋の後片付けしようじゃあどうするルールじゃあこっから話したらあかんくてなここの指はなしこれなし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 皆さん見えますかこれきり見えるんじゃないでもここだけでここは動かしちゃダメだねここ固定ねいやもうあえた怖いなんかもう暴力振るわれそうや暴力振ったことないでしょ一回もはい、いきますよ、はい見えるかな。じゃあ用意どんどっちからする？いいよ用意どん行くよ。いやもう指長いのやーちゃんの。行きますよ。はい。よーいどん。ね指長いよ。届かないもんだって。ちょっともうちょっとこっち来てよ。だって届かないんだ。もうちょっとこっち来てって。あ、10秒ですかこれ？10秒？10秒でいいんじゃない？10秒押さえて10秒。はいゴリラ決定ちょっと待ってあやなの指の力すげえそうそうかなんか爪剥がれるか思ったそうでも嘘マジで勝ったいやマジかゴリラ木下の勝利自分で言っちゃってる、ね、楽しいマジかちょっとちょっと個別握手会とかあったらぜひあやなと腕相撲勝負してください指だ指大人の方には勝てないよでもすごい、ね、やっと片付けお願いします片付けお願いしますよろしくですじゃあとりあえずじゃあはいはいわ、はい、かりました、はい、この片付けしますしてください、はいうん、ということでじゃあ続いてのニュースですね、うん、はあもう本当に強いわねいきますよはいマツコ相談キャラ本当は苦手仕事だからやっているタレントのマツコデラックスが9日に放送される日本テレビ系バラエティ番組マツコとマツコで自身そっくりのアンドロイドマツコロイドを通して女性たちのさまざまな恋愛相談に乗っている普段豊富な人生経験から辛口なアドバイスを送っているイメージの強いマツコだが相談キャラになっているけど本当はすごい苦手と本音を告白悩み相談なんか乗りたくない仕事だからやっているのよと毒づいて見せたそうですねなるへそはいこれね見てますよ私そうこれ好きです大丈夫見なかったことですよ好きなんですけど、うん、知ってるマツコロイドあそれマツコロイドっていうの存在は知ってるすごい本当になんか日に日毎週見てると進化していってると思うんですよねえどういうことなんか言葉がめっちゃ本当にすごいスラスラ出てるというか、本物にだんだん近づいていってるみたいな感じなんですけどすごいですよでもなんかさこのさ、うんうん、相談とかってさ、うん、どうなるあやなが得意乗るのってどうなんだろうでも相談される相談でもされるよ人によるけどメンバーには相談されないあんまりそうだよねうんされないけど学校とかでされるまあ、でも相談するそんなにいっぱいないけど普通に仲いい子とかはするし話も聞くしみたいなもう相談すんのいいよいつでもしてくれてほんと言うて今度相談してみようかなやちゃんいいよいいよ的確なアドバイスをあげるめっちゃ不安だわ私多分ね相談乗るのは得意やねあのどうもうポエンって返す意味わかるなっていうのわかるわかるなんか大丈夫大丈夫とか言っちゃうタイプだからあんまり元気づけようとしてあげるタイプ元気はつけれるなんかでもあんでもなんか相談
聞くし、なんか言ってあげたいけど、なんか上手なことは言えないタイプだと思う。なんかでも一緒に真剣に悩んでくれそうじゃないですか。一緒に悩む、一緒に悩むんだけど、なんか一緒に悩んでめっちゃ疲れそう。一緒にな。そう、なんか一緒に悩むし、うん、うまいことは一応言ってあげられないけど、うん、ちゃんと聞いてあげたいぐらいな感じ。うん、じゃあ、あやなの苦手なことは？普通に苦手なこと。苦手なこと？うん、苦手なことは、うん、あ、私何苦手、好きだけど。あれだよね、 MC とかテンパる、めっちゃ焦るとめっちゃテンパる。皆さんこれライブとか来てたら多分見たことあるんじゃないかな、うん、いっぱいあると思う、ね、でも意外とね、うん、あのそうちゃんとしてるところは言えるのにアドリブが効かよね。そう硬いっていうか、その頭の回転多分遅いんだよね、なんか頭が硬いんだよね。そうなるほどね。そうと、でもまあね、うん、可愛いよね、でもね、そうテンパってる時。そうか、え、皆さんでもそこが好きなんでしょ。そう、え、待って、ちょっと話一回変えていい、うん、入場者数の要請に超えてる。お、嬉しいっす。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日もたくさん見ていただいて、うん、嬉しい、嬉しい、ね、嬉しい。でもあれですね、なんか苦手なことって考えるとまああるね。うん、でもいっぱいあるよね。私のやろ、苦手なこと、うん、プール、プール、プール、水が苦手。あ、水？溺れんねん。いやだって水だけじゃなくて高いところもでしょ。あ、そうね、水とかだから、うん、ミスズが苦手やったら、ミス聞いてる？ミスズがあれ苦手やったら多分今後会われへんで、でもなんかほんまに、でも水とかは水で顔洗わへんかったなし。なんで？お湯とかぬるま湯とかは大丈夫やんけど、うん、水で未だにやると溺れんの。あってなの。冷たいから。なんかね、冷たさとなんか、なんやろ、しんどいね。ミスも苦手だよね。ミスも私も水で変わると溺れんね。これで溺れんね。それはやばい。そうだからちょっとね、プールとかは苦手。へえ。意外と運動も別に得意じゃないですね。そうなの。実はっていう。実はでもないか。感じですかね。はい、なるほど。はい、じゃあ続いてのニュースいきますか。はい、続いていきたいと思います。グッバイだけじゃない、英語で別れの挨拶いくつ言える。なんて大丈夫。英語の授業で習った別れの挨拶は結構グッバイとか親友ぐらいだと思うんですけど、実際にネイティブが使うバリエーションはもっとたくさんあります。ということで今回は実際にネイティブが使う別れの挨拶を紹介します。はい、まずは結構フォーマルな表現から、うん、Have a good day、 良い一日を、うん、Good night、 おやすみなさい、Take care、 お気をつけて、うん、Take care はですね、フォーマルだけじゃなくて、はい、カジュアルな場面でも使います。カジュアルな場面なんかフォーマルとかカジュアルとかね、うん、分かんない、これも日本語訳してくれたらいいな。なんかね、もうカタカナのって言って分かんないよね。まあまあまあいいか、はい、でもともとはこの Take care っていうのは、うん、お大事にっていう意味があるらしいんですけど、こうそれが転じてお気をつけてとか、うん、さよならっていう意味で使えるらしいです、ね。はい、次に少しラフな言い方、はい、キャッチユーレイター、キャッチユーレイター、じゃあまたなっていうことらしいです、はい、で次チアーズ、チアーズ、さよならまたね、はい、でキャッチユーレイターはこれかなり砕けた表現で、友人同士でよく使われるらしいです、はい、でこのチアーズっていうのはイギリスとかオーストラリアで別れの挨拶だけでなく、うん、ありがとうとか乾杯という意味でも使われます、うん、これだ、そうそうそうこれだ、めっちゃあるじゃん、これだ。そう、最後にですね、バイとかシーを使った表現、はあ、バイナウ、バイナウ、じゃあまたね、じゃあまたね、であとグッバイフォーナウ、グッバイフォーナウ、今日のところはさよなら、今日のところはさよなら。そうでこのバイとかグッバイは、はい、ネイティブの間でも頻繁に使われまして、はい、これバイナウは特にアメリカとかカナダで好んで使われます、うん、例えばバンクーバーでは、うん、バスを降りるときに運転手にサンキューと言うとバイナウと帰ってくることが多いそうです。えバスの人がまた、そうそう、今日のところはまたなってこと。そうあとは See you soon、 See you soon、 またすぐ会おう、またすぐ会おう、 See you later、 See you later、 また後で、また後で、でこう soon は割と近い将来で、はい、いつ頃かがこう比較的イメージされてる時に使う、うん、で一方この later っていうのはいつ頃かはっきりしていないという印象が強いらしいです。うん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 、知ってた？うん、知らない。ちょっとね、うん、なるほど、こんなにあるんですね、バイバイみたいなね言葉、いっぱいあるんだね。皆さんこれ分かる？でも日本語書いてなくてね、チャースって言われて分かるかな、うん、チャースみたいな感じ、チャースって聞こえてるね、チャースみたいなね。でも、うん、こんないっぱいあったらさ、なんかどれ使っていいか分かんなくない？本当に
でもなんかすごいね、なんか日本語も難しいってよく言うけどさ、あの、うん、なんか英語ってこんなに種類あると難しいね。ね、奥が深い。するようになりたいですけどね。なりたいなりたい。はい、ということで、はい、以上芸能デスクのエンタメ1週間でした。はい、サミのやってみようのコーナー。初めまして、私これ初めまして。はい、ということでですね、皆さんこれね、忘れた頃にやってくるやってみようのコーナーなんですけども、はい、やってみたかったこれ。そうね、やったことないね、うん、ない。今回はですね、皆さんとの対決企画をやりたいと思います。初めて。お、皆さんですよ、皆さんと私たちの対決企画です、はい、やりたいと思います、はい、私たちだけじゃなくてね、皆さんも同じお題で、はい、あの参加できるね、この画面とか使って参加できるものにしたんですけども、はい、お題はですね、じゃじゃん、スタップウォッチ10秒止め対決。イエーイ。そうですね、これじゃあ上げすぎたよ、手が長すぎたよ。はい、気合入れるとね、はい、はみ出ちゃうっていうのがあるんですけど、うん、あの ストップウォッチを見ずに目をつぶってね、はい、体内時計だけで、うん、あのいかに10秒に近く止められるかっていう挑戦になります、はい、まあシンプルな、いや一回はやったことあるんじゃないですか、そうね、こういうのね、はい、ストップウォッチをね持ってない方はスマホとかでもできますので、はい、ぜひやってみてください、はい、ということで、あの先に挑戦前にまずアンケートを取りたいんですけど、うん、あれですね、どっちがやる？ね、やっぱりエビスモで勝った私でしょ、そこは。ちょっとそれは何の否定もできない。はい、ありがとう。あやなにじゃあやらせたいと思います、はい、じゃああやなと皆さんの対決っていうことなんですけど、うん、まず事前に今からアンケートを取ってどっちが勝つか予想をですね、うん、してほしいと思います。ということで、とりあえずアンケートドン。はい、自分が勝てそうか負けそうかちょっとね、うん、一回入れてみてください。はい、あやなには勝てるぞって方はね、勝てるですね、うん、で、いや負けそうだなって人は負けそうに入れてください。そう、入れてください。で、また後でね、そのアンケートを取って、はい、さあどっちが勝ったのかみたいなのをね、やりたいと思います、うん、勝ったなって確信って書いてるなんで。そう、皆さんこれ自己申告ですけど、そうちゃんと正直に答えてくださいね。そうそうだよ、ダメだよ、ちゃんとね、うん、じゃあそろそろいいですか、いけそうですか、はい、じゃあ5秒前からいきますよ、うん、じゃあ締め切りまで5、4、3、2、1、終了。ドン。あ、勝てそうやって。絶対、絶対無理だよ。あれに勝てない。いいですね。ちょっとメモっとこう。ちょっとメモっとこう。みんな言ったな。負けたらみんな罰ゲームですからね。10% と 30% ですね。いや、私絶対勝ちますからね、皆さん。うん、だって本番前練習したもん、ちょっと。私も練習したけどやらへんで。なんでやねん。な。はい、じゃあそれでは皆さん、はい、準備はいいですか。それで挑戦いきますよ。はい。まずあやなからいきたいと思います。じゃあ10秒、はい、うん、じゃあメガネ外してね、閉じようか、はい、じゃあいきますよ、はい、え、ちゃんといけてる、よーいスタート。なんか喋ったらこれ聞いちゃうかなみたいなさ、でーてれれー、どんなやつ運動会で歌ってはい、じゃあまずね、じゃあ私が、はい、なるほどということで、じゃあ皆さんの挑戦になりますね、はい、じゃあ皆さんちょっと1分間ぐらいちょっとね、あの時間やりますね、一回やってみてください、はい、うん、どうですか、いきますよ、よーいドン。どうやろう、これな、喋ったらさ聞いていそうや、確かに一週からこうやって喋っとこな、頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れ、あーなるほどね、オッケーオッケー、そろそろ大丈夫、そろそろいいかな、じゃあ終了する、じゃあ終了しますよ、せーの、まだ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 、みんなちょっといい感じやな、さん、どうどう、もうそろそろいけそうかな、じゃあいきますよ、はい、じゃあ終了はい、はい、1回ですよチャレンジは、はい、もうやったからね、うん、はい、ということで、じゃあ続いて、じゃあもう一回ねアンケートを取りたいと思うんですけど、はい、あ、これ発表しなきゃ、発表しなきゃ、はい、じゃあ勝った人は正直に勝った、負けた人は正直に負けたり、はい、はい、じゃあ私のタイム、はい、あやなのタイムは、はい、じゃん、9秒19、ちょっとあれで思ったよりまずかったな、これ下手くそや、これ下手くそだったさ、でも今まで練習した中で一番最悪な記録これ、そうだよ、うん、やっぱテンパったんだね、テンパってやっぱ、あ、アンケートじゃあいきますか、はい、じゃあ正直に皆さん勝ったか
やってくださいね。はい、長が9秒19だね。はい、9秒19。はい、じゃあ行きますか。はい、よし、はい、じゃあアンケートスタート。てんてん、あ、そうそうそう、てんてんてけてけてんてんてけてけてりりりりりりりてけてけてんてけてけてん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 あれ、終わり。いい、終了。はい、はい、ということで、じゃあ結果発表いきますよ。はい、正直に答えましたか。いきますよ。はい、ドン。お、お、あ、勝ったってよ。あれ、勝ったが多いね、やっぱり。あれ、 52.9% の人が勝って、まあ、半分ぐらい勝ってて、うん、引き分けがいて、で、31.1% は負けたという、うん、じゃあ、自分の想像通りってことだね。負けた人想像通りってことですね。まあ、そうですね。なるほど、なるほど。ということで、うん、あやなのこの、ちょっとこのなんかもう微妙だね、どうしようもないこのタイム、私がリベンジしたい。え、別にしなくていいよ。いやだ、終わりにしよう、これで。でも私の方がちゃんと近くできると思うね。うん、私ほんまにこれ言うけど、めっちゃ得意やねんこれ。でも指相撲で負けたじゃん。違うの、これで勝ったら、じゃあ、じゃあこれ真の勝負にしよう。これで勝ったら、あやなが掃除して。いやだいやだいやだ、意味わかんない、意味わかんない。あやなが9秒19やろ。おかしいおかしい。じゃあいきますよ。待って待って、おかしいおかしい。これが真の勝負だ。いきますよ。指相撲何だったの。いきますよ、よーい、はい、じゃあ続いて。以上、3人の。待って、やったー。はい、正直に答えてね。今から聞くことに、正直に答えてね。OK。 今、10秒間ストップウォッチやった？やった。うん。タイム見た？何秒だった？8秒22。やったー。やっぱね。やっぱずるい、もうダメですよ。やっぱ負けは負けなんですよ。正直。あれ？正直お願いします。あれ、ちょっと練習した時うまいこと言ったよ。やっぱさ、練習通りにいかないもんだね。なんかちょっと、まあ、ちょっとショック。やっぱ敗北。さすがだね。乾杯や今日。うん、さすが。はい。よかったよかった。じゃあ私が掃除します。イエーイ。ということで、以上サミのやってみようのコーナーでした。オリコンシンディシングルランキング、イエイ。はい、オリコンで集計発表された CD シングルランキングを紹介していきたいと思います。まずは5月18日付の週間ランキングですね。はい、それでは行ってみましょうか。はい、はい、第10位、西内まりやでありがとうフォーエバー。そして第9位、乃木坂46で命は美しい。第8位、バンプオブチキンでハローワールドコロニー。そして第7位、平成ジャンプでチャウオーアイニードユー。第6位、ロイズでザ・ビギニング。そして第5位、クリープハイプで愛の点滅。第4位、オールオーバーで声的エブリシング。そして第3位、神宮寺蓮クルスショー愛島セシル歌のプリンス様マジラブレボリューションズクロスユニットアイドルソング神宮寺蓮クルスショー愛島セシル。第2位、カラでサマーマジックサンシャインミラクルサニーデイズ。そして第1位、 V6 でタイムレス。ということで、はい、今日はスラスラと言いましたね。言えたね。言いやすかった、言いやすかった。さ、はい、第3位の後で大丈夫かなと思ったけど、第3位はね、怪しかったよ。ギリ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 正解ね。はい、はい、ということで、あの10位の西内まりやさんなんですけど、はい、デビュー以来初のトップ10入り。そうなんですか。これ自作曲って。え、自作なんの。で、1位の V6 さんは史上初、うん、21年連続シングルトップ10入り。すごいね。21年連続ってことは、すごい、21年って私たちが生まれてない時からトップ10入ったってこと。すごいな。ということで、じゃあ続いて、はい、デイリーシングルランキングをお伝えしたいと思います。じゃあいきますか。はい、
はい、はい、それではいきます。第10位カラフィナでリングユアベル。そして第9位生き物語であなた。第8位カナブーンで何でもねだり。そして第7位すいません、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブでエバーグリーン。第6位フェア&ロージングインラスベガスでスターバースト。そして第5位ポールムス、ん、フランプールさんでフォールムス。第4位前野智明で歌のプリンス様、マジラブレボリューションズアイドルソングカミュ。あ、間違えた勢いでね。第3位チームシャチホコで天才バカボン。第2位シンデレラプロジェクトでアイドルマスターシンデレラガールズアニメーションプロジェクト085イン。そして第1位嵐で青空の下君の隣ですね。はい、はい、ということで、はい、あれですよ、どうですか、いや、なんか気になる曲とかありますか。噛まずに言えた。そこかい私は噛んだっていうかね、間違えた、うん、逆言っちゃったということで、はい、皆さんも気になる曲があったらぜひ聴いてみてください、はい、ということで以上オリコン CD シングルランキングでした。わちゃつーこーきー、はい、ということでですね、あれですよ、もう終わりですけど、どうでしたか。え、早い、楽しかった、本当楽しかった、よかったですよ。でもいいですね、わちゃつーのわちゃわちゃ感、そう、楽しい、皆さんも楽しんでいただけましたか。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイで、ここ道具いっぱい置いてあるの楽しいよね。そうなんだよ、こうやってね、なんかね、よく使い方がわからないものとかもたくさんあるんですけど、それからもするのよね。そうね、そう、はい、ということで、うん、あれですね、あのここで、はい、皆さん初めに言ったあの言葉を覚えてますか。重大発表があるのに言ったじゃないですか、ね、はい、うん、っていうところなんですけど、まずはね、あ、3人のお知らせからまずいきましょうか。はい、じゃあこれと、はい、2つ、これと、これだね。はい、じゃあまずお知らせ、はい、私が2つを紹介していと思います。はい、7月22日ファースト DVD、タイトルがね決まりまして、はい、かっこ仮なんですけれども、サンミューライブ2015サン&ユーセカンドアニバーサリー純白宣言プラス、はい、ミュージックビデオ集、はい、かっこ仮、かっこ仮、はい、まだ分かりません、はい、です、はいはい、これね、あのタイトル通りライブ DVD と今までのミュージックビデオが入ってます、はい、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。はい、そして、サンミュー歌謡定期公演ライブでサン&ユーが各週火曜日にやってまして、うん、次回が5月19日、来週の火曜日です、はい、これ残り4回なんですけど、そうなんですよ、ソールドアウト目指してて、はい、こう本気で目指してます。本気です。そう、上からあと4回で絶対にお客さん満員にしたいと思ってるので、本当気になってる方ももう1回ぜひ絶対、ね、遊びに来てほしいので、遊びに来てほしい、はい、絶対ソールドアウトさせたいと思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、いきますよ。あ、これです、これ、これニューシングル始まりのメロディーが3月18日にリリースしたんですけども、はい、まだまだ皆さんたくさん聴いてください、お願いします。そしてですね、じゃじゃーん、ニコニコ公開生放送もっとサンミューでいいじゃんが月1レギュラーでポニーキャニオン1階のイベントスペースにて行われています。はい、東京の虎の門ですね。そう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 、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、明日、明日、明日ですね、皆さん明日ぜひ見に来てください。はい、待ってます。お願いします。うん、リコ生でも見れますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてですね。はい。そしてですね、まず一つ目のお知らせですね。一つ目じゃない。あの、重大なお知らせ。はい、一つ目。じゃあ一つ目いきますよ。5月18日収録の、はい、NHK ミュージックジャパンに出演します。イエーイ、イエーイ、ですね、もう、あ、おー、めっちゃ、イエーイ、ありがとう、はい、ということで、あのですね、放送日は追ってお知らせしますので、はい、あの随時ね、そのホームページとかをチェックしていただけたらなと思います。はい、ちょっと緊張しますね。いや、月曜日ですよ、収録、来週の18日ってことは、いやー、え、めっちゃ楽しみ、でも緊張するね、めっちゃ緊張するけど、はい、楽しみ、はい、楽しみにしててください、皆さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、そして、そして、はい、そしてここから、ここからこ、これも、これもです、これも重大発表です。私たち夏にあのサンミューのツアーがね、うん、初めて始まるということで、はい、ちょっと
タイトル決定しました。イエイ。そして日程も決定しました。じゃあ発表します。はい、はい、目を丸くしてみてね。丸くする。丸くしてこじらせて。なんて言うんだっけ、目を曲何なんて言うの、目をいっぱい開けてそういう感じ。見てください。いきますよ。サンミューライブ2015純白ツアー夏ですね。ふぅ。でもあれです、サンミューね、純白アンギョアンギャ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 、もう読めないんだよこの漢字、難しいよね。アンギャアンギャアンギャって書いて、こうアンギャってこう回るって意味があるので、ツアーツアーツアーという訳し方で、でも読み方はツアーっていうことにしてください。はい。でも書くときはアンギャ、そうそうそう、アンギャって書いてください。うん。そしてですね、日程なんですけども、見て見ていきますよ。2015年8月15日土曜日大阪ですね。そして8月22日土曜日福岡、うん、そして8月23日東京、うん、ということで、はい、こちらですね。はい、こんな感じですね、はい、皆さん。そう、今のところこれ決まってるものだよね。はい、そうなんですけど、はい、ですね、追加日程とかね、そうあるんですよ、追加情報とかは、うん、チケットなど情報は、はい、追ってホームページとかメンバーサイトでお知らせしますので、はい、そちらの方をチェックしてください。ぜひぜひちょっと待っててくださいね。もうちょっと待ってくださいね。はい、はい、って感じです。皆さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうサンミューね、いろんなところに行ってね、はい、ちょっといろんな人に知っていただけるチャンスなんじゃないかなと思ってますので、うん、皆さんぜひたくさんお友達とか連れてね、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっと漢字難しいね、みんな書けるようになってね、なってね読めるようになってね、読めるよね。はい、そしてですね、いつもやってます広告主ランキングを発表したいと思います。はい、それでは第4位、サンミュー大好きさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、そして第4位、同じく4位ですね、コンコルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして第3位、ピートモさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてですね、第2位、サングラスの似合わない女さん、ありがとうございます。あれ、あれのことじゃない？違う違う違うよ。はい、そして第1位、山ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いつも皆さん広告ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとね、楽しいから見てねとか書いてくれてますよ。嬉しい、嬉しいですね、ありがとうございます。はぁ、ということで、たくさん、あ、お、ツアー、よいしょ、これですか、ツアー、あ、間違えましたね。この8月、もうほんとじゃん、2日続けて土曜日来てんじゃん。ちょっと貸して、これ見てください皆さん。8月22日は土曜日ですけど、8月23日、次の日は普通に考えて日曜日です。皆さんよろしくお願いします。失礼しました。またこれ変えときますのでね、はい、すいません、土曜日土曜日、月火水木金土土ってなってくる今ねすごい、土日で福岡東京って回るんだよね。なので皆さんぜひね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとした訂正ですね、うん、はい、ということで次回の放送はですね、わちゃつーの放送は5月14日の放送となります。現在上にね、チャンネルページへのリンク21だ、間違えた、今日が14だね。そうか、やばいよ私たち、やばいよ5月21日ですね、上にチャンネルページへのリンクが出ていますので、こちらからタイムシフト予約ができます。はい、どうしても見れないよって方はね、ぜひタイムシフト予約してみてください。そしてチャンネルページへの、はい、チャンネルページの右上に、こっちかな、こっちかな、右上にあるんですけども、うんうん、お気に入り登録っていうのがあって、はい、それを押していただくと無料なんですけども、わちゃつはもちろんオリコン芸能ニュースの情報とかを受け取ることができますので、はい、そちらの方もぜひ登録してみてくださいって感じですか。はい、いやなんかいいですね。あじゃあ皆さんね、今日はちょっと終わるんですけれども、わちゃつ終わるんですけれども、まあ終わった瞬間急に画面を切らずに、罰ゲームあるんでお楽しみにさせてください。なんか手で暗号送られてます今。マネージャーさんから暗号来たんですけど、な、まる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 、伝わらなかった。7000？うん。あ、超えた？うぃ！入場者数7000人超えた、ありがとうございます。すごい。え、こんなんでしたっけ？一回西園さんの誕生日の時。ああ。
ただその時時間がもっと長かった。そうですよね。え、ミスやばい。ミスの誕生日の時以来だって。だよ。え、やばくないですか。ありがとうございます。嬉しい嬉しいですね。皆さんちょっとずつわちゃつが広がってると思うと嬉しい。涙涙の声です。嬉しい。もういつもありがとうございます。え、もう今日見てくれた方は絶対ライブ来てくださいね。はい、もう絶対もう7000人も来たらもう入れないよ、うん、そう溢れてるから。ソールドアウトどころじゃないから、うん、本当に。でも来ていいよ7000人本当に。定期公演来てください。来週の火曜日と明日お待ちしてますよ。そう、定期公演絶対楽しいから本当に。明日のね、ニコ生あの元三味でいいじゃん、もう7000人来ていただけて、うん、もうね、もう超満員というか、うん、もう溢れてますから、うん、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、遊びに来てください。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。それでは来週ですね、19時お待ちしてます。わちゃつのニコ生でお待ちしてますので、皆さんぜひまた来週も会いに来てください、はい、ということです。今日はここまで。せーの、またね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ。じゃあ、え、先帰ってていい？オッケー。じゃあ罰ゲームだからじゃしょうがないか。じゃあ先帰るね、うん、じゃあ疲れ、バイバイ、タッチ、バイタッチ。この笑顔が妙にムカつく。バイバーイバイバーイ。もうなんかさ、あ、危ない。ということで、じゃあとりあえずポスターとか剥がせみたいな感じなのでなんかさ、これ一人でさ、なんかでもさ全部乾杯やったやん。まあちょっと反省。いやでも今日はでも放送事故もそうか、確かにな、なりそうやったもんな。ちょっと切らない、この絵。独り言とか言わんといてよ。独り言やけど、みんな帰ったし、うん、これめっちゃ張りすぎやろってぐらいあるしさ、ちょっとそろそろ私もできるゲームしたい私も勝てるゲームをしたい。そろそろこっちも企画出していこうかなと思ってます。え、お疲れ様です。お疲れ様です。ひどい、電気まで消されたショート。ということで、皆さんぜひ来週も見てください。片付けて帰ります。またね。